え、かわいいね。ウニ。ウニさん。今日年内最後のトリミングですよ、ウニさん。ね、今日トリミングして、あ、かわいい。今日トリミングして、新年かわいい顔でお迎えしますよ、ウニさん。ウニ？え、かわいい。今回も前回のトリミングからちょうど3週間ですね。まあ3週間なんでそこまでね、ボワボワにはなってないけど、どうしても髪が、頭のところが長いんで、ここだけちょっとパッカリ割れたりとか、寝癖がつきやすかったりしてますね。今回もオールシザーで、限りなく丸に近づけてもらおうかなと思います。最近ちょっとまたテディベアカットもいいかなって思い始めてはいるんですけども、やっぱりこういう茶玉ヘア可愛いですよね。ねえウニ、ん？って顔してるね。よし、じゃあ準備しよっか、準備しよっか。傾けんの可愛いね。準備しよっか、準備しよっか。かわいい。永遠にやってたいのこれね。ふにふに、あ、もう飽きた。あー、かわいい。今日は入んないの、ウニ。今日は中に入んないの。何やってんの。今日は入んないか。あ、かわいい。よし、じゃあ行きますか、ウニさん。ね。電車あんま好きじゃないけど頑張ろうね。あ、かわいい。まん丸になってきたね。顔もまん丸で可愛いんだけど、体のこのフォルムが可愛くてもうたまらんですね。ちょっとちょっと、ちょっとお疲れですね、ウニさん。あ、可愛いね、ウニ。まん丸のふわふわですね。あ、可愛い。ちょっと疲れちゃったね、ウニね。疲れちゃったね、ウニ。あ、眠いよね、眠いよね。でもウニ、今日さ、ちょっとお留守番長いからさ、少しだけご飯先に少しだけご飯先に食べよっかね。今日3食。え、ご飯？って顔してんね。あ、かわいいね。ちょっとご飯食べてから寝な。ね。今用意するからね。綺麗に食べましたね。え、そんな勢いよく飲んだらまたむせちゃうよ、ウニ。
おやつを少しだけあげようかなと思います。まあワンちゃんにも体に優しいかなと思うので、これ1枚だけあげるね。ウニ形もハート型ですごい可愛いですね。でさっきからウニがここで待機してます。食べちゃったの？はい。すごいいい音すんね。これ最後ね。ウニ最後だよ。はい。もう人が食べてるみたいだね。終わり。ウニさん終わりだよ。この体の丸みが何とも言えない。あれ中入っちゃった。ちょっとせっかくトリミングしてもらったのに顔が。ああ。ウニ。ああ、顔がボサボサになる。ああ、可愛かったのに。あとでブラッシングしようね、ウニ。あれ？眠いね、ウニね。ウニさん眠いね、きっと。かわいい。